どうも、トムヤンテニスチャンネルのトムヤンです。 MJ です。はい、今回はスピンサーブの練習法ということで、スピンサーブの感覚を知ってもらおうと思って、はい、皆さん動画配信していきたいと思います。はい、じゃあちょっと、はい、僕と MJ で一つずつ、はいはい、交互に変わりながら、交互に変わりながら説明していきたいと思います。はい、はい、まず一つ目なんですが、スピンサーブの、まあ、当たるこのラケットの面の感覚だったりとか、ボールをどういう風にこうボールに対してどう抜けていったらいいかということを覚えてもらうために、サーブの形入ってもらったら自分の左手でボール持っといてもらって結構なんで、手のひらから手の指の方向に向かってボールを転がす練習から始めてもらって、感覚を掴んでもらいます。だから本当に自分の頭の上、まあ、自分の体の前にボールを置いてもらって、手挟んでもらって、この状態で転がす、転がすだけ、まだ打ちません、転がすだけ。これでラケット面がちょっと横向いた状態から立ち上がるっていう感覚を作ってもらうと、スピンサーブの当たり方っていうのはすごく覚えやすいかなと思います。スピンサーブっていうのはもう立ち上がった状態で打ってしまうと、こっからはあとはもう抜けるだけになっちゃうんで、やっぱりボールが持ち上がるとか回転量が減ってしまったりとかするので、ラケットはちょっと自分の体の方向に向いた状態でヒットすることを覚えてもらいたいので、この状態でラケットを転がすっていうことを覚えてください。面の中でこうやってボールをコロ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 と転がしてもらう、下から上に向かって転がすぐらいの感覚でいいので、こうやって何回か立ち上げるっていうイメージを持って、ラケットの角度がここから上に上がる上に上がるという感覚を持って練習してもらったら結構です。ボール挟んでもらうコロコロ転がしてください。はい、僕から一つ、僕も普段テニスコーチやってるんですけど、レッスンとかでスピンサーブどうやって打つんですかとか、こうですか、今練習してるんですけどちょっと見てくださいっていう風に、まあ、言われるんですけど、めちゃめちゃ共通して多いのが、体が先こう開いてしまって、スピンをこう自分の感覚では、今トモヤンが言ったみたいにこういう斜めの少し上にこう擦っていく感覚があると思うんですけど、体が先に開いてしまってどうしてもそれができない状態になってしまってるっていうのが非常に多いなって、まあ、思うんで、僕の練習法としては完全に横向きを作った状態で頭の後ろ、背中からラケットを振り上げるっていう練習ですね。体はもう前向けないです。左手上げたままでいいんです。左手上げたまま、トスもちょっと頭の上ぐらい投げてもらう。どうしてもここで体をこうやって前向けようとしてしまうんで、早く前向けようとしてしまうんで、ボールに対してまっすぐ当たりすぎて、結局フラットかスライスかっていう風になってしまうんで、左手をキープしたまま横向きを作った状態でラケットを上に振り上げるっていう練習法。もう一つは左手をやっぱ下げてしまう人が多いんで、体を前向けてしまうって言ったんですけど、なんでかって言ったら、左手をすぐ下げてしまうから体がこういう風にどん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 前に行ってしまう、ボールをこう押そうとしてしまうっていう形になるんで、左手をキープしながら横向きをキープしておく、でラケットをしっかり、あと背中から上にスイングするっていうのを意識してもらって練習してもらえるといいと思います。もう入る入らないは別にいいんで、スピンかかる感覚、少し山なりにボールが飛んでいく感覚さえ掴んでもらったらいいかなって思います。はい、今の体の横向きをキープして打つっていう練習にちょっとつながってくるんですけど、もっと体の横向きをキープした状態が保ちやすい、まあ、練習法として膝つけてもらって、こうしゃがんだ形、右利きの人やったら右膝ついてください。でちょっと外やったら痛いんで、タオルとかもしあったら引いてもらって、やってもらっていいんですけど、ここから頭の後ろでセットしておいてもらっていいんで、担いでおいてもらっていいんで、ラケットを振るんじゃなくて上でこう止めるようなイメージでいいんです。でこう上がっていく途中でインパクトしていくようなイメージ、で少しボールの弾道を上げてもらって、別にボール入らなくていいんで、感覚さえつかめたらいいん で最初はなかなかボール飛ばすのは結構難しいと思うんで、力で前にこう
押そうと全然しなくていいんで、ボール飛ばなくてもいいんで、まあ、回転がかかる感覚だけつかめたらいいかなって思います。あとはまあ体のバランス保てるように、打った後こうバーンってこう倒れ込まないようにしてもらって、しっかり姿勢保った状態で、ラケットをスイングしていく。でそのこの感じがつかめてから、立った状態でやってもらったらいいかなって思います。はい、ボールの転がし方と体の向きっていうのは気をつけてもらって、3点目になりますね。次はボールの弾道のイメージを皆さん持ってもらいたいかなと思います。スピンサーブというのは自分の打った打点よりは上に上がります。ちょっと上に持ち上がるようなイメージになってくるので、一番ラケットが立ち上がったところで打ってしまうとこういう弾道になります。どっちかというとこう当たった打点から落ちていくイメージになるんですが、僕が最初に言った転がすようなイメージの時にラケット面が横、こういう感覚で当たるとまだラケットが上に立ち上がろうとする力によってボールがちょっと上がるんです。ちょっと今極端にすごい上げさせてもらいましたけど、上げることによって回転かかって上がって最後サービスラインのところで狙ったところに対してボールが落ちていくというイメージになるので、自分のこの立っているサーブの位置に対してちょうどベースラインとサービスラインの間ぐらいに大きな高いネットがあると思ってください。僕の身長よりちょっと上ぐらい、まあ、2メーターぐらいのネットがあると、僕182センチなんですが、もうちょっと上2メーターぐらい高いネットがあると思ってもらって、そのネットを越すようなイメージで打ってもらえるとスピンサーブの弾道は完成します。やっぱりボールの軌道をイメージすると自分のラケットの振り方もちょっと変わってきたりします。だからボールのイメージする、どういうボールを打ちたいかっていうことをイメージしてもらいます。スピンサーブっていうのはちょっと上がるので、あ、持ち上げないといけないなっていう感覚になってくるので、じゃあラケットをこういう風に当てて、ここからじゃあ持ち上げようかっていうイメージに変わってくるので、振り方も自然とスピンサーブになってくるかなと思います。ですのでここちょうど僕の身長より少し高いぐらいのネットがあると思ってもらって、これより上を越していくっていうイメージ。ネット1枚で考えてしまうとやっぱり低い弾道で打ってしまったりとかするんで、しっかり高い位置、目の前にネットがあると思ってそれをまず越してからスピンサーブっていう風に覚えてもらったらいいかなと思います。だから2メートルのネットが目の前にあるとどうしてもここでもうぶつかってしまうんで、ぶつかってしまう、それを越すようなイメージを持つためにラケットは少し自分のラケットの先が自分の方向を向いた状態で当たってもらって持ち上げるっていうことを覚えてもらったらいいかなと思います。はい、スピンサーブの、僕は軌道を今、皆さんにお伝えしているんですが、ものすごくイメージしやすいフェンスを見つけました。というかこれ僕ジュニアの頃よくやってたんですが、自分が立ってる位置に対して、まあ、大体3メーター4メーターぐらい離れてもらったらいいですかね。近すぎるとさすがにちょっと難しいのでちょっと離れてもらって、ここからサーブを入れるとかじゃなくて、サーブをフェンス越すっていうイメージ、ここからテニスコートに入れるのは結構難しいので、フェンスを越すっていうことだけ意識して練習してもらいます。フェンスが、高いですからボールをこうやって当てて持ち上げないと越えないですから、 OK ですか。だから、ね、まず立ってもらったらどういう軌道で打ったらいいかっていうことはイメージが湧くと思います。ちょっとやってみますね。わかりますか、ここから上がっていくイメージ、これが低いとここのフェンス当たってしまいますからね。持ち上げるためにどうしたらいいかっていうのを最初の僕の1ポイント目、 MJ の2ポイント目、今僕が言っている3ポイント目を意識して練習してもらったら、このフェンス越しやすくなってくるんで OK ですか。フェンスが高いということは持ち上げないといけないということを忘れないでください。スピンサーブは一回上に上がらないと次は落ちてくれないので、ね、低い弾道から落としてしまうと絶対にネットしてしまうんで、まず軌道をしっかり上げるということを
イメージ持ってもらうためにこういうフェンスの後ろからしっかり打って練習してもらったらいいかなと思います。ただ皆さん、周りに誰もいないことを確認してから練習してください。はい、ではポイントを押さえてスピンサーブ打っていきたいと思います。僕正直MJ が言ってましたが、スピンサーブ打つときは MJ が言っていた横向き、これかなり僕は意識してるかなと思います。横向きがないとスピンサーブは 100% と言っていいほど打てないと思っていますので、しっかりトスを上げたら左手我慢して我慢して我慢して体の向きを維持した状態でボールのトスに向かってラケットを振っていくっていうのを皆さんも一番大事にして練習してもらったらいいかなと思います。